じゃあ内藤さん、今回のテーマはハンドファーストです。はい、ハンドファースト、はい、こうインパクトで、ハンドファーストインパクト、はいはい、実際本当にハンドファーストって何に良くて、なんでしなきゃいけないのかって、まあ、僕もちゃんと理解してないかもしれないんで、ちょっとそこら辺教えていただければ、あのいいスイングができたかどうかの、まあ、判断にもなるんですよね。インパクトがハンドファーストになってるかなってないかっていうのは、構えから正しいトップができて、左足が踏み込まれて腰からターンして胸が戻ってきてって、ずっとこの腰がリードして、まあ、俗に下半身リードができていながらインパクトをするっていう、これ結果がハンドファーストになる。ハンドファーストができてるかどうかっていうのはですね、下半身リードで打ててるかどうかっていうことなので、手がこうなってるかどうかっていうのは、これは結果論なので、手を前に出そうっていうことではないっていう、下半身リードされていった結果がこのハンドファーストというふうに、あのここはもう絶対覚えていただきたい。まずこのアドレスを作って、それからバックスイングをこう上げていって、まあ、トップの形ができますよね。でトップの形ができた時に、ここの右手の角度がこの甲側に折れている角度ができている。でこの角度ができたら、そこから左足踏み込んで腰がターンして胸が戻ってくれば、ハンドファーストインパクトになるわけですね。多くの方はトップの時に、まあそもそもこの角度が右手の甲側、右手を甲側に置いてるこの角度ができてなくて、まあ俗にこのフライングエルボーっていう風になってしまったりすると、切り返しでアウトサイドから降りてきて、まあスティープっていうこと、前回やったクラブが立ちすぎなところから来ると、クラブをこうヘッドを早く落としてあげないとボールに届かなくなっちゃうので、そうすると下半身リードじゃなくて手を下ろしてインパクトすることになります。そうするとこう見ていただいて分かるように、ハンドファーストじゃない形なんですね。でインパクトロフトもついちゃってるので、まあ、飛ばない。なんか悪い例見ると大体僕の僕思い当たる節が、はい、なんか結構すくい打ちって言われちゃうんで、はいはいはい、本当にじゃあそうなるとロフトが寝て入ってきてるってことですよね。つくい打ちっていうのはキャスト、要はためがなくて、はいはいはい、キャストってヘッドが早くリリースされてしまって、インパクトで左手の甲が甲側に降りてるから、まあプロたちが見るとすくい打ちって言うんですけど、でその理由は腰のターンの下半身リードじゃなくて、はい、手から下ろしちゃってるんで、あのリリースが早くなっちゃってすくい打ちになるっていう。なので、まあ、そういう方はまあ基本的にはインパクトロフトも開いちゃうので、はいはいはい、まあ、飛ばない。こう構えを作って、右手一本でこう構えてトップを作って、この時に 手首が自然にこう折れてくるんですよね、はい、でこの折れてきたものをこう作って、作り上げたところから腰のターンでこうインパクトしてあげるようにすると、うん、これ絶対折れてるの でこれが例えば打ったとこういうふうに甲が伸びてしまっているようだと、この腰のターンじゃなくて手で下ろしちゃってるんだなっていうふうに思っていただければよくて、やっぱり練習場で今みたいに右手一本で打ったり、両手でもゆっくりこうスローで小さい振り幅でこう打ちながら、この角度がこうキープできていることを確認しながら打っていただくことで、ハンドファーストインパクトができるようになりますし、でハンドファーストインパクトができてくると急激に今度アイアンが飛ぶようになってくる。ああ、なるほど。まあ、手が先に行って体重移動もできて、こう腰で押し込めてるので球も強くなりますし、ロフトも今私が持ってる7番アイアンですけど、7番アイアンのロフトが少しこう立ち気味で当たってくるので、さらに強い球になると。そうなると例えば向かい風でも強い球が打てたりとかするようになってくると、これはおそらくベストスコアの更新とか、そういうのにはすごく大きな貢献になる。やっぱりこれはどなたも今できてないんであれば、取り組んでいただきたいですし、取り組まなければいけないところなんじゃないかなと思いますね。